マイントピア別紙は平成3年6月に別紙銅山の跡地を活用したテーマパックです。マイントピア別紙は大きく分けて2つのエリアがあります。1つ目はワデバエリア。2つ目はトーナルエリアです。ワデバエリアには複合施設を備えた本館があり道の駅もあり、別紙温泉、天空の湯。赤金キッズパークお食事所などがあります最寄りの新居浜インターからお車で約10分で到着します。また時速 10km でゆっくり走る鉱山観光、トロッコ列車もぜひ乗ってみてください。それでは出発しましょう。これは綺麗な60m。 あれ今日なんか立ってない、あそこは木生えてないところ、ちょっと黒ずんでないですね。それからあとはですね、ボラート場を作った。これが社宅の位置、はい、すげえな。これがすごい。これはすごいわ。これ今年に入ってね、住友リングを伐採した。
何のためにだろう。来年あの大阪万博の住友の住友館建てるために持っていた。その奥が一回って右手崖の下が、別紙通りの敷地跡ですね。ちょうど正面の下が敷地跡、それから若干下っていきますと娯楽場、別紙病院、別紙病院、住友病院ですね。ここ、ね、これ下、はい、それから右手の崖の上がこれが本風機構になりますね。はい、こんな感じで、病院、はい、到着になります。来た、このバスは2時、はい、長方形のね、ほんで真ん中に赤い紅葉が一本、はいはい、あの長方形の上上辺を見ていただくと道があるんですよ。あれが鉄道跡、マイントピアに乗った SL ですね。ドイツのクラウス社製の SL が、ここの山をね、この奥の大鉄道、標高 1100m から羽田の上までね、5.5km で、羽田までは作道で下ろして、羽田からの海岸線まで 10.5km、 こういったこうあの鉱山鉄道が動いております。で大山神社と運動場がありましたね。それからこの正面のレンガの建物、それからこの、階段、これは当時のまま残ってございまして、階段を降りますと一段高いところ、これが鉱山鉄道のプラットフォームになりますから、こちらから鉱山鉄道に乗ってこの山の向こうの第三通道に行って仕事に行きます。それからこちらに来て、正面の建物がこれが東鳴門資料館になりますね。こちら上から見たこれか、はい、こちら上から見た東鳴門第三通道から鉱石を取ってきまして、鉱山鉄道で運んでいきます。それをね、こちらの貯鉱庫の中に蓄えます。ダイナマイトで取ってきたものだっていろんな石が入ってますので、今芝生が生えているところ、あそこで線香板、道路鉱石を線香板だけをもう一つ下のところに蓄えます。ここから見えないですけど、一番下のところには作動基地がございましてね、ドラム缶半分に切ったようなそういったバケットに銅の鉱石を詰めて、この谷間の畑の方にドローにしていけたという形ですね。おお、今日は200人たちになりますね。そのレール跡、95メートルのレール跡が200人、開始は100段ぐらいですからね、半分ぐらい登ればいい、降りるときは200人、まあ降りるのが楽かな。降りるか。じゃあ降りますよ。200段降りて、100段上がる？そうそう。大丈夫ですよ。大丈夫です。大丈夫です。ねえ、私も右取ると思った。雨降ったらバラバラ賑やかになりますけどね、まあ、こんな感じで、あとはだいたい6畳1間ぐらいで、あと奥の奥さんがね、各家庭に2つほどついておりますけど、それで次にこの下見ていただきます。これが下立の跡、失礼しましたんで、その当時の谷間はね、それああいうさんが充満されておって大変だったと思うんですけどもね、明治21年から日本の町に製電所が全部、ですので大体30センチ角に切られておりますね、この箱がね。6つ並べると180センチ、昔の一軒になります。ですからこの石のことを一軒を知るとかで検知石と呼ばれておりまして、中はね、地下湖水になって奥深いんですね。1個大体300キロぐらいあるんじゃないかと言われてますけどね、
はい、こんな感じで、検知室と呼ばれております。それからこれ、積み方ですけれども、これ漢字の品川の品に見えますね。まあ、こんな積み方を、まあ、清掃積みと呼ばれまして、まあ、一般的な溶液の積み方だそうです。まあ、余談ですけど、この一番上にね、新居浜の観光大使水木奈々さんという歌手がね、ドレス着てプロモーションビデオ撮った。その時にあの柵のところに一軒クレーン車を持ってきて、アーム伸ばしたことを撮ったんです。あの道路はクレーン車通れないんですね。どないさんから全部分解して。